お疲れ。はい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 。ちょっとさ、今度はさ、なんか薬日なのかなと思ってんだけどさ。今日薬日ですね、完全にプーさんそれ。ちょっとモンゴルさんって知ってます？モンゴルより子知ってますよ。リスナー系配信者ですね。なんかその人が僕の相談ラインに相談じゃねえものをまた送ってきて。ちょっと待ってください。それ本当にモンゴルより子さんですか？いやわかんないですけど。これね、ゆり子っていうのは2人いまして、女性の方が1人と、いや、モンゴル、モンゴル、あ、モン、モンゆり、かっこ配信用って書いてあるんですけど。ああ、モンゴルゆり子だね、それは。はあ、はいはい。なんか、はあ、これもうちょっと、もうこれ配信で相談じゃないんから、字枠でちょっともう取り上げたくないから、だからもうこれ普段俺既読つけないんだけど配信外は、まあちょっとなんか来てるんだけど、なんか星の王子とストロングのなんだらかんだら、お前とこの前枠外で話したやつあったやんか。ああ、あれね、うん、そう、あ、その件でなんか来てるんだけど、なんでこの人たち俺のことを巻き込んでくるの？いや、そもそもなんだけど、その星の王子が多分連絡入れて、で配信で話題になるじゃないですか、でハトとか行くじゃないですか、でさっき言ったようにそのゆり子も配信やってるんで、でそのリスナーがやっぱり以前揉めたっていうか取り上げたことあったらしくて、それ、この一件をね、はいはい、でハト飛んだから、その事実っていうか、そういうの確認したいみたいな感じじゃないですか。多分それもう DM とかでよくね、俺なんか相談専用アカウントって書いてあるのにさ、なんでお前んところのやつらもこういうさ、クソみたいな、なんか愚痴とか送ってきたりさ、愚痴は聞かねえっつってんのにさ、愚痴送ってきてみたりさ、なんかもうしょうもないやつ、なんでこんな多いのお前んとこ。これ多分だけど、これ多分ツイッター知らないんじゃない、プーさんだってそう、正直ツイッターイメージ確かにないんだよね。いや、調べりゃいいやん。いや、てか違う、俺ツイッターにしか俺むしろ LINE の QR 晒してないから。あ、そっか。そう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 。ツイッター見ないと分かる。そうそう、そういうこと、そういうこと。これ、ちょっとお前制御して、マジで。プーさんすいません、ほんとに。お前流出させんなよ、これ。いや、ほんとに、すいません。なんか内容としては、なんか、その、まさに星の王子ってやつが、俺には連絡を入れてないって言って、で、俺がわからないって言ってるらしいけど、それは本当かどうかっていうのを確認させてもらいたくてみたいな感じなんだけど。ちょっとプーさん、それ、スクショくれます？僕。ああ、いいよ。ちょっと待って。どれをどっちを、今のこの、モンユリってやつの方を、そうそうそう。あ、オッケーオッケー。ちょっと待って。違う端末から飛ばすわ。ちょっと待って。あ、闇行った。これやな。これか。はじめまして、追加最新でやって、モンゴル言うことで、今、星の王子とストロングの件に相談乗っていた配信者で、王子から話していくと、プーさんには連絡入れたい。プーさんって人わからないと言ってました。プーさんたちが嘘をついていると思いませんので、確認のために連絡させていただきました。突然、来失礼しました。ああ。まあでも、この件スルスルって言ってたもんね、プーさんね、でも、ね。そう、だから、なんか正直、その、なんだっけ、星のなんとかっていう人も、なんか、何言ってるか分かんない LINE が来てさ、LINE じゃねえや、DM が来て、それがもうわけ分かんなかったから。まあ確かによく分かんないよね。そう、なんか謎の、なんか確かスクショくんなかったっけ、それ。なんか DM 来た時。いやいや、それは来てない。はい、送ってないっけ？読んだだけか。そう。なんかよく分かんなくて、それ結局なんか自分で自己完結してたから、まあいいやってスルーしてたら、今度はそのモンユリとかいうやつから来て。ああ、オッケー、そういうことか。そうそうそう。これ、なるほど。どうしたらいいの？これ、ほっといていいの？これ。いや、噛んでもいいと思います。いやいや、噛みたくないんだって。俺は噛みたくないんだって。だから俺、こいつに直接言わずに、配信でも取り上げずに、お前んとこ来て。いや、プーさんが噛みたいのであれば噛んでもいい。いや、噛みたくないんだって、俺は、こういうの。
なんで？だから俺、いや違う、俺普段自枠で、こういうなんかよくわかんない人来たら、あの通話とか繋がって、もうなんか、あ、これやべえなと思ったら俺すぐ切るもん。通話。やべえなと思ったらすぐ切るの？うん。あ、こいつやべえなと思ったら、まあ、こいつもう日本語通じないと思ったら俺すぐ切る。通話。ああ。そう。だって話聞いたって意味ないし、で、アドバイスしたところで聞かないし、そうすると時間の無駄やん。まあまあ確かにね。そう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 。確かにプーさんそういう感じじゃん。うん。だからマジで俺多分3分喋らないと思う。でもさ、これね、もんよりってさ、話わかんないっていうか、まあ、確かにこのタイミング的になんかおかしいタイミングかもしれないけど、話がわかんない人のタイプじゃないんだよ。うん、あ、もんよりっていう人は喋れんの？喋る、まだ、まだ喋れる方。え、何？結構大手なの？その人は。いや、配信もやってるしね。何人ぐらい？ 200 人ぐらい、この人。あ、そんないるんだ。うん。へぇ。おすすめ来てたけど。あ、そうなんや。そいつも。え、でも、なに、どうしたらいいのこれ。だまあ、これで、俺のところに連絡来てるってことは、まあ、これで分かってるわけだから。うん。っていう。だから、じゃあ、どう向こうもね、今ね、多分家族も思ってる人なのよ。お父さんなのよ、この人。あ、そうなん？うんうん。だから、祝日ちょっともうあんちゃん難しいよね。ああ、そういうことね。うん、単純に多分さ、王子のことを、その星の王子のことを聞きたかった話じゃないの、多分。どういうこと？星の王子に多分 DM 行ったじゃん、プーさんの。おう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 。その内容と、うん、気になったんじゃない？取り上げてたから、もんよりさんが、単純に。ああ、そういうこと？多分そういうことじゃない。スクショ送ろうか？その、なんかで、いいと思うよ。内容だけスクショ送ってたら、もう多分納得する。あ、こいつに？いや、こいつに送るのはめんどくせえよ。どいつに？いや、お前にだよ。え？俺に？うん。どういうこと？いや、一応。もんよりさん、どういうの？俺に送るの？俺に送るってこと？いや、関わりたくないから、変な人とはあんまり。あ、じゃあ俺が、うん、じゃあ分かった。あ、じゃあ、スクショ俺に送って、で、うん、それで、俺が、ね、ちょっと待って。そのユリコに送ればいいんじゃないの？ちょっと待って、あなたは認証されていないため、このユーザーにはメッセージを送信できませんってなったんやが、お前。え？どういうこと？それ、ツイッターの話じゃないの？いや、なんか、いや、めんどくせえな、これ。どうしよう。じゃあ、エアドロップで違う端末に送んなきゃいけないじゃん。ちょっと待って。もう、なんでよ、厄介ごと持ってくんのよ。お前んとこの変なやつは。いや、厄介どこ、なんか最近また多くなりましたよね、プーさん。なんかな、なんでや。何事？多分一人が、一人連れたら、二人三人みたいになっちゃったんじゃないですか。地獄かよ、お前んとこ。ゾンビか。なあ。多分。マジで。わけわからんやん。だって、最近だって、そんなに絡みなかったもんな。またこうやって、ちょいちょいお前んとこのよくわかんないのが来て、なんかこう、絡みがまた出てきてるだけでさ。はい。ちょっと、管理してよ、お前んとこの変なやつ。いや、それどころじゃないですよ、プーさん。俺、ゆかりさん、さっきの女性の方いるじゃないですか。ゆかりってなんだっけ？さっきの女性の方、話したじゃないですか。ああ、ホタルイカ？え、そっちじゃない方です。3人で話した。ああ、ちゃんと。はい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 。バケモンみたいなやつね。はい。うん。はい。僕、訴えられます？うん、訴えられるときもいいじゃん。だって多分、会社の経営多分嘘でしょ、だって。僕会社の経営とか、顧問弁護士多分嘘じゃないの？普通に。普通に、会社の顧問ってさ、俺も顧問お願いしてたけど、多分普通に経営系のやつばっかなんだよね。それがネットを、他の弁護士紹介してもらったかって聞いたじゃん、俺。さっき、聞いてたじゃん。それで、紹介してもらわないでその顧問がやってくれるって言ってたけど、専門分野が多分違うんだよね。まあ、そりゃそうだろう。そうそうそう。ネットに詳しいわけないもんね。うん。で、しかも、会社経営やってて、あんだけ話が辻褄合わない話ずっとされてるとか、あと例えば俺に DM 送っといたのに、実は解決しましたって言って、後で連絡送らない、ほうれん草ができないなんて、多分会社の経営やってるとしてありえないからね。はいはいはい、はい。うん。そう、初歩的な、そう、初歩中の初歩だ。初歩だからさ。これとこれかな。まあ俺は尺だけどね。うん、お前はな。それはみんな知っとるやん。そんな。もう何を今更、ね、うん。何を今更言うてんねん。まあ、ほっといていいんじゃないの？そんな。あ、今 DM 送った、なんかその星のなんとかっていうのから来たやつ。OK、わかった。うん。まあ、そんな感じなんで。じゃあ、誰？あ、近めろ？あ、違う。え？いや。近めろ久しぶり。近めろはね、うん。下に行くから。あ、近めろじゃないの？あ、今、彼女？
あ、そうそうそう、サイン住んでるって言ったよ。ああ、言ってた。うん、久しぶりに近めろかと思ったら違うのか。うん、違う。だ、どう、最近近めろ大丈夫なの。まあいいや、心配やけど。あ、死んだ、死んだ、え、死んだ、え、ミヤが死んだ、どうした、え、死んだ。ズクズクズンズク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 ズ